本当にこういい時いいっていうのは当たり前ですから、はい、だから年間通してそういう時期っていうのはほとんどないんですよね。まあ、どっかこうずれがあったりだとかっていうのがまあ当たり前なので、まあ、そういった中で何を残せるかが大事に なりますからね、はい。まあ、これは野手もピッチャーも一緒だと思うので、まあ、田中投手もね、まあ、先ほど話したように、まあ、そういったところじゃないですかね。ちょっとこうボールの走りが良くないっていう時も当然あると思いますから、まあ、そういった中でどうしていけるかっていうところがね、今シーズン、まあ、大事なところになると思いますね。そしてタイガースからやってきた馬場康介という存在も非常に、まあ、ジャイアンツのリリーフ陣には厚みを増す、そういった存在が入ってきました。まあ、そしてその苦しい時期にこう耐えて戦ってきたというベテラン勢がバッティングケージの中に入りました。坂本、長野、丸、その奥には岡本もいますが、そういったベテランもバッティング練習を始めています。去年広島からジャイアンツに戻ってきました。まあ、東京ドームで長野が出てくる時というのはジャイアンツファンの、まあ、歓声であったりちょっとこう雰囲気も変わってくるようなそういった存在でもありますね。そうですね、まあ、今日も少し、ね、話をする機会ありましたけども。あ、そうですか。まあ、若いですよね。もう全く変わらないですよね。39歳になりました。もう非常にいい表情してましたね。そうですか、はい。ジャイアンツが最後に日本一になった2012年、その時には今映っています長野、そして坂本、そして阿部慎之助選手という形で日本一を取りました。坂本と長野で最多安打を2人で取った時がその年だったかと思いますが、2012年、まあ、その時以来の日本一を狙っていくというジャイアンツです。ですから江戸が一周して、その一周する間なかなか日本一になれませんでしたが、2024年の辰年、このジャイアンツがまた生まれ変わって日本一に向かって進んでいくことになります。押しも押されもせぬ4番としてどっしり座る岡本、そしてこの岡本の次を打つバッターを阿部監督は一つのチームのポイントに置いていました。